ありがとう。こんにちは。今日のお昼の配信の時間来たのでやってきました。着替えたよ、もちろん。今日ゲリラでまずね、朝から20分やってました。お昼だー、みんなお仕事授業終わりました？朝ぶり。私はね、これからお仕事が、まあその合間もやろうと思ってるんだけど、まあ、まずまあこの配信もあるしで、ちょっと準備整えて、まだ髪は今日はメイクさんいるので、メイクさんにヘアセットしてもらうから、ちょっと今適当な感じなんだけど、自分で言うのもなんだけど今日おしゃれだよ。これは自分で買ったやつなんだけど、そしたらね、プレゼントしてもらったスカート入ってて、生地見えるかな、スカート入ってるの、これしか見えない。ちょっと今ね、ここで立つの難しくて、ちょっと歩きながら聞いてます。あんま見ないようにしてね、気をつけてね。聞きながらね、うん、自分で言っちゃう。今日おしゃれなの。お誕生日イブイブイブ。イブイブイブになっちゃった。適当にやったけど、なんか割と良くない？そんなことない？私は勝手に自分でいいと思っちゃってる。いや、意図せずだけどさ、これがシースルーってやつなのか、なんか近くない？きっとこれが世の、多分違うんだろうけど、そのね、流行ってるやつだ。違うと思うけどね。ね、私が言ってたね、お気に入りのコーヒーはこれ、ジョージアドリップ、ドリップコーヒーっていうのかな、水出しコーヒー、なんかこの辺にこう書いてあった。これがね、すごく好きなの。よくバーバリーな、あ、これは違う、これも私が好きなブランド、ディズイットっていうところの洋服なの。これもでも、これあれでしょ、メール取ってる人はまたこの服着てるんでしょって感じじゃない？これ鳥さん、千葉港行った時、鳥さんとたくさんツーショット撮ったんだけど、もうその日この格好してたから、コキア見に行ったやつ。もう一日の写真たくさん撮って載せてたから、あの時のかよってなって。そう、あれまだ一日しか着てないのよ。でも日にちをたくさんかけて送ったから、着られてそうなんだけど、好きなお洋服なのに。勝手に拗ねてる。飲む。さて、ウエスト姉さんのやつだよこれ。でも今日は丈がね、結構ウエストの方まであるスカートを履いてるから、みんなを心配させるような格好はしてませんよ。後で見せるね、服。うん、これはね、本当にあっさり飲めるから好き。鳥の写真あと1枚か2枚くらいだったから。髪型がトサカみたい。トサカって何？トサカ？ちょっと薄い、うん、なんかね、その薄さがいいの。スーって飲める。鶏の頭についてるやつ。あ、これが鳥みたいってこと？光栄です。鳥好きだよ。鳥人間に俺はなるって。鳥好きなの？
まあでも確かにね、こう言ってみると伸びたんだな、嬉しい。唐揚げにしたい。まあ食は大事ですからね、そう思うのも致し方なし。指輪もしてたり、あとでこれはちゃんとメイクさんに整えてもらいます。とは探します。あ、スワさんすっごいこれ可愛いのやつたくさん投げてくれてる。で、とえ、スワさんありがとう、見つけた。あ、佐藤とラブめっちゃ浮いてくれてる。ありがとう、嬉しい。ガッちゃん、ガッちゃん、ガッちゃん、たぶんありがとう。スワさんめっちゃね、ありがとう。ミッチーさんもこれは緑のペンライトか、ありがとう、嬉しい。ちょ、教えてね、みんな、お前読み忘れてるぞみたいなやつだった、ちょっと教えて。どうしてもごめんね、こっち見ちゃうと。そう、うん、教えて教えて。どこの教科のか、アボートレースのやつ、あー、どこだろう、ちょっと今日行ってみて、見て、ちょっとレース場のあれとか見てみます。変わった指輪、あー確かにそうだね、普通のにね、輪っかだけじゃなくて大きいゴツゴツのもついてる。今ってメイクしてますか？うん、してるよ、こんなのつけてるよ。でれん、お洋服屋さんで買った。沖縄行くときに、なんか沖縄に来てくいいお洋服ないかなって、古着屋さんに行って、よく古着屋さん行くので、そこで、まあ、これはユーズドアイテムじゃないけど、これは新品なんだけど、合わせて売ってたから、なんかこの色の感じが沖縄と合いそうだなと思って、その時に買ったの。うん、とっても高ってわけでもなかった。うん、いいよね、いいよねってこと、何もついてないけど。みんちゃんも服は古着でも大丈夫派？いや、もうむしろ好き好き、古着屋さん、そう、ヴィンテージものとかとっても大好き。5000、あ、これ、うん、そんなに高くないよ。でもちょっと他のいいなと思った指輪も合わせてたくさん買ったから、ちょっとこれがいくらだったか忘れちゃったんだけど、掘り出し物、あー、うん、私ね、まあ、ワイシャツとかはやっぱり新品のパキッとしたものがいいなと思ったりするけど、ちょっとしたこう個性的なアイテムとか、あとズボン系とかはあまり新品のものが逆に好きじゃなくて、先に誰かが履いてくれて、こう少し なんだろうな履きやすくなってるっていうか、ちょっと味があるみたいな、なんか一番いい当てはまる言葉が今出てこないんだけど、馴染んでる、うん、ダメージっていうわけでもまたないんだけど、でもとにかく好き。大丈夫って聞かれて、うん、なんかレトロ感、うん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 、しなってきた、くたって、あ、でもその辺があるのかもしれない、もうちょっとそれおしゃれに言いたいけどね、でもね、そこそんな感じ。あ、すごい出てきた、ランク2位まであと206、この263ってそんなに簡単に巻き返せる数字じゃないよね、きっと。だから今日ちょこちょこやって少しでも詰めればいいなと思ってるの。ビスっぽいおしゃれな話、そう、ビスのこれだから話しても許されるものだと思ってる。
堂々と話せるよ、おしゃれ話を。あ、ありがとう。コリンさんがクマさんを10個置いてくれました。ありがとう、ありがとう。え、あ、でもこれはちょっとあの私たちがお話し会で話したことだからあれだけど、ね、今ちょっと忙しいところだ、ちょっと分かってるから、忙しい時間にそんな見てくれてるんだなと思って、ありがとうね、コリンくん。なおちゃんがりんちゃんお下がりもらったってすごい喜んで、あー、ほんと嬉しい。やっぱちょっと特別な感じしちゃうっていうか勝手にあのやっぱり同じ茨城出身ってこともあったり、趣味がそう同じだったり、あのマホピョンほどでもないんだけど、あの多ジャンルじゃない、やっぱりアニメの中でもマホピョンってたくさんアニメ知ってるから、そんなに私も幅広く見てるわけじゃないけど、そうでも話し合ったりとかして、うん勝手に仲間と思っちゃってるけど、そうお下がりもしかしたらもらってくれるかなと思って、どうって聞いてみたらさ、喜んで受け取ってくれたので、逆に私がありがたい。そう、私いつもやっぱり私はあの呪術廻戦とかが大好きだから、そういつも何かあるとね、マホピョンからこんなのありましたねってすごいお話しかけてくれたり、いつも歌番組の時とかね、写真撮りましょうって言ってくれて、ほんと優しくて可愛くて、あ、そうね、チェンソーマン見てるって言ってたね。ワンピース、ワンピース気に、ちょっとね気になり出し始めたよなんでかっていうと、あの赤と白の髪の女の子の歌を一回聴いてすっごいいいなと思って、セリちゃんにあの歌ってやっぱあの劇場版のやつだと聞けるの？って聞いて、それで気になり始めてる。歌方ララバイっていう曲を聞いて、終わっちゃう？そうだよね、終わっちゃうよね。長い、まだやってるかな？ギリギリまだいけるかな？その歌を聞くためだけにももう行きたいっていうぐらい。あ、そうなんだ、映画だけのキャラなんだ、あの曲込み。うん、いや、その映画だけでもやっぱり映画館で見たいな、聞きたいなっていう感じで、歌から入りそう。うん歌たくさん聴けるよってセリちゃんに教えてもらった。え、今ネタバレなこと言ってないよね、私大丈夫だよね。うん、見に行きたい。今回の映画 PV みたいで、ますます行きたい。気になったきっかけもあって、あのね、今年の夏舞台やらせてもらってたじゃない、ミュージカル、あのピーターパン、そのピーターパンの主役だった桐生さくらちゃんっていう子がいるんだけど、その子がねインスタグラムのストーリーでね、その歌方ララバイっていう歌をカラオケで練習してたやつなのかな、それを上げてて、練習してる音だけを、それがその時は全然ワンピースの歌だって知らなかったんだけど、いやもう私さ本当にさくらちゃんの歌声がとっても大好きなの、本当に綺麗なの、すごい歌歌ってるなと思って、保存しちゃったぐらい、あのファンだからさくらちゃんのそうだから保存して、これ何の歌なんだろうって、でもなんかワンピースのスタンプ貼ってるからワンピースの歌なのかなと思って、やっぱりそれで、で今サブスクでその出てるから聞いてみたら、あ、すっごいなんか私が好きな感じの歌だったから、そういうそう意外なきっかけがありまして、
村長だ。いや、さくらちゃんに言って、さくらちゃんのインスタグラムで聞いてみて、それきっかけなの。いや、ほんとみんちゃん、ルフィって知ってる？うん、知ってる。え、フルネーム言える？モンキー D ルフィ言えた。それはわかるよ。わかんなかったけど、スマスマでやってたワンピースを、ワンピースが大好きだ王決定戦みたいなの見てたりしてたから、高見菜さんとかが出てたやつ、スマスマたすごい見てた。うんうんうん、そうそうそう、ゾロもわかるよ。そうだから最初の方はね、すっごいわかる。後からちょっとわかんなくなっちゃったけど、うん、だから最初の方のワンピースの方はわかるんだけど、メイクしてない時はね、あのそのままこう飲むんだけど、今ちょっとメイクしてて、ここにリップつけたくなかったり、ここも取れるのが嫌だから、そう今はストローで飲んでる。どこからあやふやなの？え、でも全部それで見続けてたわけじゃないからな。なんかルフィが毒でやられちゃうやつとか、あの辺ちょっと見たけど、もうあの辺から全くわかんないや。自分の時間しっかり取れてる？うーん、まあまあ。まあまあ。でもちょっと時間欲しいなとは思うけど、すごい毒って言っただけでそんで出てくるの、すごい。何それは、町の名前？インベルダ、インベルダウン？何マゼラ、なんかマサラタウンみたいな名前出てきた。マゼラン、敵の名前。あ、そうそう、なんか毒でなんか気を失って牢屋の中に入れられてるみたいな、なんかアニメで見た気がする。刑務所、あ、なんかやっちゃったんですか。脱獄所、なんかやっちゃったんだ。言い方、え、なんかあんまり知らない方がけど、やっぱいずれはきっとね、あの手を出すだろうから、あのあんま知らないでおこうかな。ただもう映画見に行きたいなっていうのはあるよ。そもそも海賊なのでは。ああ、そっか、海賊ってそういえばあんま良くなかったね。でもあんまりね、海賊海賊とは言うけど、あんまり盗みを働いてるところは見たことないから、むしろなんか正義の味方っていうイメージがあるから、なんかあ、そんなあの一味悪い集団っていうイメージないですね。え、そんな悪いことしました？確かに。あ、まあ、やっぱあの、ね、パイレーツ・オブ・カリビアンをすっごい見てたので。パイレーツ・カリビアンも全部見ましたからね、大好き。いや、もうジャック・スパローのキャラクターが本当に良いよね。でも一番好きなシリーズは生命の泉かな、人魚出てくるやつ。
一番好き。三つ目かな、多分三つ目のやつだと。クラーケン出てきたやつは本当に怖かったな。食い逃げもよくしているよ。あー、それはルフィの話。あー、それは良くないですわ。まあ各地でやってったらそりゃね、捕まえた時の賞金も高くなりそうですね。いや、無銭飲食はちょっと罪が重いですよ。わかんない、その詳しくないけど。今来たお昼休憩だ。そうだよね。でもみんながこの1時間だったら来れるかなと思って。よかった。ありがとう。ジョニーデップね。よい。なんかユキリンさんが昨日なんかスパローの格好してた写真あげてたよね。なんだったんだろうあれ。デイビー・ジョーンズのこと？ああ、そう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 。これからお昼準備する。おお、いいね。私はちょっとさっき朝ごはん食べたばっかだから、もうちょっと後にお昼食べようかな。朝は、まあ、そのちょっと今は冷蔵庫にあんまり物が入ってないので食べに行ったんだけど、私は朝吉野家してきた。美味しかった。牛ざら定食食べた。うん、パイも食べた。普通よりちょっと降格してました。朝吉野家で笑われた。笑うな私の朝吉野家を。美味しかったんだから。美味しかったよ。うん、がっつり食べた。え、美味しいよね。そう、ご飯は少なめにしといた。あの衣装心配だったから。え、卵ついてた。朝から大丈夫。え、むしろ朝はねがっつり食べたいからもう助かる。あとちょっとおかずちょっと増えるやつ。ご飯減らしてお肉の量増やしちゃった。で、絶対私はもう吉野家のはお味噌汁はあさりにするって決めてるの。あさりが美味しいんだ。夜あさりのお味噌汁だけ買ってくぐらい大好き。朝からほんと贅沢よね。そう、あさり汁。うん、これはそういつも言ってる。あるあるよ、チェンジできるの。昨日さよなら森さん見た。あー、ありがとう。楽しみだね。一大プロジェクトになっていた。しじみはうん好きだけど、でもあさりがあるとあさりいっちゃうな。あ、今日も見つけたよ、カーテンの隙間ファン。こちら。もう今日前ほんとリアルに人映っちゃうかもしんない。よいしょ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 。そろそろ嫌われるぞ。いじりたくなっちゃう。明日の準備、あ、ちょっと今日この後やる。明日の準備も始まる直前までさっき 2,3 人いたから、ちょっと私が配信始まるまでに終わるかなってちょっと心配してみてた。終わったみたい。お子たちは多分学校です。今日はいないよ。声とかも聞こえちゃう。あ、ここにいたら、うん、なんかすごい作戦会議してた。
平日だからね。ちょっと今日はまあいろいろ朝から吉野家行ったり郵便局に行ったり、私もいろいろやってましたよ。家も、入ってるのは家もんじゃありません。充実してるけどちょっと忙しかったな。ちょっと血重い。ふるさと納税じゃない、ふるさと納税まだしたことないんだよね。でもやりたい、すごく。カードがないからな、私カードも作んないと。何が入ってると思う？あ、住所大丈夫よ、取ってあるから。もちろん。なんでしょう。ある人に借りました。よいしょ。あっ、あ、自分が想像してたのとちょっと違かった。へー、そういう感じなんだ。へー、あ、でもそれっぽいのにしようかな。あ、でもちょっとどれだろう。じゃん、表紙こういう感じなんだね。ハンター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 、まあ、たまたま今手に持ったのが36巻だったんですけれど、ヨコに借りました。ヨコが貸してくれました。ついに読めます。いや、私があのアンケート取ってたやつ、ツイッターで、まさかの半々だったやつ。そうです、横森さんです。優しい。私がそれでそういろんなところでつぶやいてたら貸してくれたの。あのアンケート笑ったね。アンケートの意味でもすごいね、どちらもなんかそれほど人気なね作品なんだと思って。面白いんだね、どっちも。剥がれ、あ、剥がれはもちろん、剥がれもこの間買ってもう一回読み直そうと思って、剥がれは自分で買いました。感謝、よく本当にありがとう、本当にありがとう。すごいね、何巻あるんだろうこれ。あ、すごいね、なんかやっぱり表紙いろんなテイストがあるんだね。こういうやつもっと、あ、なんかそれ、これ一番こう、うん、すごい、こんなにあるんだ。
これは嬉しい、ありがとうよこ。やっとでちゃんと本人にも言いますけれども、確かにこれ全巻購入ってなったらね、すごいお値段になりそうだ。クマ？あ、本当だ。GGI さん。ありがとう、嬉しい、ありがとうね、教えてくれて。ジージありがとう大丈夫な、本人となんて呼んだらいいのって相談してるので大丈夫ですよ。ジージーありがとう。ジージーアイって読むんだよこれ。ありがとうね、嬉しい。最新刊の37、追いつけないんですか。あ、じゃあ36まで使うか。あ、そうだよね、これだから。すぐ追いつく。そうかな。結構説明のところも多いから理解するの、そう、大丈夫ってすごい心配された昨日手術も死滅回遊とかわかるけど、あ、ちょっとはかりのあれはちょっと飛ばしちゃったけどでも進撃の巨人とかちゃんと理解できたから大丈夫だと思ってます。パスタっていうか、うんって、賢者くんまだ出てこないかなみたいな。賢者くんが好きなわけじゃないけど、とりあえずハカリはめちゃめちゃ強いってことだけ理解しておこうみたいなとりあえず、ね、とりあえず頑張れっていう応援の気持ちで読んでた。五条先生はいつ出てくるんでしょうね。わかんない、パチンコはやったことないですのであんまり分かんなかったですね。ふかりさんのところ、ギャンブル系の。もっと複雑？それどっちの？呪術が？ハンターハンターが？大丈夫、集中したら絶対分かると思う。楽しみだから時間に余裕できたら読み始めます。並行して鋼も見てるので。一周だけじゃ無理？そうなの？分かった。何回も読むじゃん。本読むの早い。うん、早い。いつもお風呂とかで読んでたりするけど、でも人から借りているものなのでお風呂には持っていきません。うち漫画いっぱいあるよ。でもこの間はリベンジャーズは一回ちょっと手元から一回バイバイしました。増えすぎちゃって整理しなきゃと思ってそう、マジ無理やってた時に関係ないけど、いつも稽古行くたびに本屋さん寄って2冊とか3冊ぐらいで使って、自分が出てないシーンの時に読んでみたいなの毎日毎日繰り返して、
でも最近追ってないから今どういう感じになってるのかわかんない。ね、終わるらしいよね、リベンジャーズね。あ、やったやった、それ同じの買っちゃう、あれあれ、なんかやっちゃったの。一冊なんか二十何巻ぐらいの時にね、あれって、なんか女、なんかお兄さんじゃない、なんかそのそういう黒い長めの黒い制服とか着てズンってやってるような表紙じゃない、リベンジャーズって。だからあれって、このお兄さんあれ、この昨日買ったっけ、あれってなって分かんなくなっちゃって、うん、一回一冊かぶってやっちまった、ありました、あるあるなの、よかった、ほっとした。これだけ表紙のテイストが違かったら助かりますね。だいたいリベンジャーズはこう感じ覚えてるな、そんな感じ。あとここのここにちょっとまたもう一つ棚があるんだけど、引き出しがここには花より団子の全巻が揃ってますね。うい、よいしょ、花壇がいっぱいある。いや、服ちゃん後で見せるね。ここで出すとちょっといろいろ崩壊しそうだ。そんな手の届くところあるぞ。あとここには DVD とかがあります。ライブの DVD とか、あのアニメとか映画化されたやつの DVD とか、パソコン周りのいろいろとか、少女漫画、え、少女漫画もめちゃめちゃ最近はあんまり読んでないけど、りんちゃんはキルア好きになりそう。キルアはどうなった？キルア、アルミンみたいな子？わかんない、まだね、読んでない。ひそか、あ、それは？みんながこの子って言ってるのはどの人なんでしょうか。ちょっと表紙だけで、じゃあ自分の好きそうな、私が好きになりそうな、ちょっとみんなどれ、どの人のことを言ってるのかな。予想するね。あ、わかった。この一番左の子？どうなんだろう。例えるならこの緑の子はデクっぽくて。この一番みんなが好きになりそうっていうのは、うん、かっちゃんっぽくてすごい広赤に例えるキャラ的に、なんか袖がないから、予想ね、これ袖がないからちょっとうわーみたいな、俺はできるぜって予想広赤基準で広く例えしちゃってますけど、でこのアルミンみたいな子はもうめっちゃ寡黙あんまり喋らないで、すごい実はこの中で一番強いみたいな、もうとんでもないスキルを隠し持ってて、最初は隠してるけど、ある日みんなにピンチが訪れて時に、実はしか一人称は僕実は僕はこんな能力を持っていたっていう最強キャラっていう予想。
どうだ、アルミンと性格は反対ね。アルミンはよくおしゃべりしてるなっていうイメージだけど、アルミンとは反対そう。そう、待って、合ってる合ってる、本当にほとんど合ってるらしいよ。いい線いってて、あらららら、葉っぱが生えちゃいました。本当に、わあ、なんか今パラって開いたらなんかあたたたたたたって言いそうなキャラクターが出てきた。髪の長いおじさまが出てきました。あ、なんかピエロみたいな人出てきた。あ、でもこの人すごい何かで見たことある。なんかピエロ、星と涙のマークみたいな。この人は予想は、なんか予想だけど王騎将軍みたいな、ちょっと表情がちょっと似てるなって思っちゃいました。ひそかって言うんですかこの人。ピエロみたいな方だよ。今これをちょっとチラ見しました。この顔、王騎将軍っぽそう。違うかもしれないけどっていう勝手なハンターハンター予想。え、でもこの緑の、これ誰が主人公なんだろう。緑の男の子だよね。すごいデクっぽくない？あ、そうなんだね。主人公 の男の子はみんな髪の毛ツンツンしてる。炭治郎もツンツン、虎杖もツンツンみんなツンツン。ナルトも入ってる？あ、ナルトっぽいなみたいな感じがあるってこと？ナルトもツンツン。ワイもツンツンヘアにしようかないいと思うそういえば私、りんちゃん、ハガレンの推しキャラはいるの？ハガレンはね、そうだな、マスタングさんかな。鉄板って言われた。ハガレンの舞台千秋楽申し込み、ありがとう。千秋楽、東京のってこと？嬉しい。私もしかしてゲームの方で、昨日ね、あの申し込みするためにゲーム始めたんだけど、ゲームが面白くてゲームハマっちゃったって言ってくれたファンの人がいた。ねえ、でそのガチャみたいなので、おお、で、ど、な、誰使ってるのって
そう、最強のキャラクターを手に入れて無双してるらしいよ。ウィンリーが目の前にいます。私のこと？ちょっと今もうウィンリー要素が今は全くないですけれど、ウィンリー役なのか。そうなの、ウィンリー役で出させていただきます。ウィンリン。金髪ハヨ見てみたい。え、金髪やってたじゃん、ウェンディーでやってたじゃん金髪。ね、今とは正反対の髪型になりますね。似合うかな、どうだ。でもロングは、あれでもやってたじゃん、キスバイエットでもさ長くやってたけど、ウィンリーちゃんのあれ合うかな。まあ一回一回来ては見たんだけど、ん、ネイルする予定。ちょっと今ねできないんですよ、ちょっとお仕事の関係で。そう、いろいろいろんな資料を見ながら、こういうたくさん、そうね、ウィンディちゃんついてるからね。本当にすごかった、私が一番最初にこうフィッティングとか衣装合わせをした時、原画集とみっていうのかな、いろんな本当すごい資料だけで、そのハガレンに関する資料とかをすっごい分厚い本とか付け根にダーってなこう置かれていて、忠実に再現できるようにみんなこういろんな記事とかともこう見比べたりしたり、あこれはこうだからこういうやつの方がいいねみたいな、すごい皆さんのプロフェッショナルなところとか原作へのリスペクトとかさ、愛がすごい溢れていました。でも普通にその原画が載っているその本が普通にもうすごくて、私もまだ完成されたウィンリーちゃんの衣装はまだ見てないので、一度来たりしたんだけど、そこからまたいろいろ作り込んだりしてると思うので、これからです。私はうん、いやでも普通にもう稽古は今から怯えてます、もう。めっちゃ怖い。すごい、うん、大丈夫かなってやっぱ思う。もう来年の話だけど今からちょっと大丈夫かな怯えてます。うん、それはまだ全然始まってないんだけど、いやだからもう本当にです、本当にもうね、制作発表の時の皆さんの熱意とかすっごい伝わってきて、それに負けないぐらい私だって頑張んなきゃと思ってるので、違うんですよ、物飛んでくるとかのそういう怖さじゃ違うんですよ、そういうことじゃないんですよ。いつの時代なのそれは、違います。あでもその前にね、またもう一つ怪獣さんがあるので鍛えてもらいます。
そろそろ何か解禁するみたいだね。え、そうなんですか、知らなかった。なんだろう、じゃあ私もそれで初知りになるのかな。え、何解禁するんだろう、なんだろう、まだ出ていないキャスト的な、なんだろうね、出る人が分かってない。チケット売るぜとか、何かな、なんでしょうね。多分みんなと一緒にするパターンです。で、私も宿題があります。なんだろう。ああ、正式なタイトル的な？変わるかな？私は会場で決定なのかな？いや、前もさ、ネオンキッズはネオンキッズじゃなかったのよ。水中は苦しいかっていう渋めなタイトルだったんだけど最初。でもビジュアル撮影撮りに行ったらネオキッズになりましたって言われて、あれって変わったみたいな変わるのかな。私はそっち予想しよう。じゃあ、え、そうそうそう、まあ、確かに仮とは書いてあったんだよね、水中は苦しいかって。そう、私もお話もらった時は水中は苦しいかっていう舞台でお話がみたいな感じで聞いてたから。あ、ネオンキッズ、ネオンキッズ、ネオンキッズってなんだって思いながら、そう最初はね。これは予想です。だからその何か解禁されるって言ってるらしいから、何かなっていう、タイトル、正式なタイトルが決まったよみたいな。ですよね。え、もう1時間経っちゃう。え、早っ。まあね、日程&日程&タイトル、チケット売るよ、売りよ報告。髪型可愛いね。ほんと？これ全然キメキメじゃないのにいいらしい。うん、今度はケツメ、結末3パターンになったりして、それは勘弁してくれ。それはやめて。3パターンは無理。なんかアルフィーみたいな髪型だね。ジアルフィーのことですか？誰？私？誰に似てますか？星空のディスタンスのアルフィーですか？高見沢さん。高見沢さんっぽいですか？私しちゃうか、メガネしちゃうか。桜井さん、いろんな人が出てくる。点滅消灯、破壊が出てきましたか。あ、出ましたね、ポイントが222ってこと。あ、すごい縮まりましたね。後でまたやろう。点滅消灯も初めからあったの？うん、最初は消灯バージョンだけずっとやってて、本番1週間前ぐらいかなに点滅が台本上がって、そこからって感じだった気がする。点滅はとってもギリギリでしたね。どっちがしんどい方だっけ？しんどい？点滅かな。
本当分かんない、1週間は言い過ぎか。いやもうだから私汗汗してて、本当やばいやばい、ビジコンのやばいやばいやばいいつも思いながら一生懸命元カレですの MV 撮ってる時にずっとやばいやばい覚えなきゃやばいやばいってなってて、案の定あのメイキングに全然映ってないっていう。あのテレ東さんで元カレですの現場そう入ってもらってたけど、私が多分映ったの寝てるとこが寝て一瞬一瞬終わりやばい、 いやちょっと本当両立は大変ですね。そうちょっと映ってた、おありがとう教えてくれた。あ、ジージーがもうジージーって言っちゃう、ジージーがくまちゃん10個置いてくれました、ありがとう、本当に めちゃめちゃね置いてくれてありがとう。違うひらがなじゃない、私が頭の中でイメージしてるのはカタカナ、カタカナでジージーさあね、ひらせんもそろそろ終わりますね、ランキング見ます。見まーす。13位サトト、12位ネスカフェさん、11位マリナ、10位が翔太くん、9位がミッチーさん、8位が東京のスワンさん、7位がキムテツさん、6位がナッキー、5位が草間さん、4位ガッチャン、3位が47ロマンさん、2位がコリンくん、1位がジージーです。イエーイ、珍しいランキングでそうやっぱねこのイベント中は珍しく出れちゃったしっかりイベントですのでね、ありがとう Thank you。 次はねまた次もねゲリラロープしてるんだけど、14時台でできたら、14時から会社無理だけど、あの行く前の、じゃあ14時厳しいかな、あでも全然本当にみんな忙しいだろうからだけど、見れる人いたらいいなっていうテンションでちょっとあの仕事現場行く前のあれでちょっと行けそうって時にやると思います。10時代厳しいかもな、うんみんな仕事だろうから全然14、15、16時代でちょっと狙ってます。足集めてきます、ありがとう嬉しい、明日の準備ももちろん並行してやってますよ。うん、あ、じゃあちょっとまたあとでね、バイバーイ、ありがとうお昼、じゃあ午後もみんな頑張ってバイバーイ、じゃあねじゃあね。